キス顔でいっちゃいましょう。じゃあ、え、まあさんもさ、れなもキスとか知らんもんね。知らん知らん。キスって何ですか、うん、ちょっと一回見せてください。見せましょうか。ちょっと待って、ちょっと待って、いらないわよ。アクリル板越しやりましょうか。いらないいらない。なんだ、やってやって。やだやだ、絶対にやだ。アクリル板越しやんの。やだ、見たい。いや、困った、離れすぎ、困った困った、見たいすぎ。見え見え見え、クロちゃん見て、見えん、これ見えんけん、クロちゃん見えんけん、クロちゃんが消えた、消えたしね。いやーやだ、心臓のドキドキが止まらん、気持ち悪くて、気持ち悪くて、気持ち悪くて。好きだよ。フレンチフレンチキッスいいですね。いや、今レイニはどうだった今の。今なんかもうグッときた、もう。あ、本当奪われた唇。よかった、奪われた、奪われたけど、奪われた唇、奪うのもやってもらっていいですか。確かに奪われたい、奪われたい。そうね、うん、じゃあ、うん、レイニのキスまで3、2、1、どうぞ。チューしよ。あ、かわいい、チューしたー。斜めのここら辺いたの今の。普通はここでチューなんだけど、確かに斜めにいた。チューって言ったけど、そんな角度。いやいや、どこ見て言ってたの、壁の方見てたの。ここはミッション、はい、5番やろ。あ、いいですね。ダメダメとかあるんですか。いいじゃないですか、5番がいいです。はい、わかりました。5、6、はい、わかりました。ということで、2人が選んだのは1のキス顔です。テンション、テンション、キス顔に決定しました。学校に行く途中に曲がり角でぶつかって、で、あ、ごめんなさい、あ、だったらぶつかっとけばよかったみたいな感じでキスを迫ってください。いや、むずい、そうや、むずい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 、だって演技とかもやらない。曲がり角曲がって、あっ、わあ、危ない危ない、はあ、どうしたの。いや、チューしとけばよかったなって思って。え、チュッ、はぁ、あんちゃんって最後、最後なんだ、あの斎藤さんみたいな感じの間ではぁっていうのなんだ。はいじゃなくて、はぁ。この番組、いやいや、やりたくない。いやいや、あの、ごめんなさい、椅子のくるくる回るところ回してこけちっちゃくなったりとかやめてください。やばいやばい、崩れてる。タナサタン、あ、タナサタンじゃない、タナカタン、タナカタン、セガタタンだ。回収してください、回収してください。しかもあともう3、4分で終わるじゃないですか、番組、はい、番組終わります。だからピサッとやりましょう。レイニャンはだったら、あの、屋上で俺がね、あの、弁当を早弁してますので、うん、そこで、あの、会いに来て告白お願いします。え、これ雑じゃないですか、なんそれ、うん、急に雑今の。いやいや、よーい、アクション。あー、もうクロちゃん、また早くご飯食べてからちゃんと守らないかんって言おうやろ、うん、もういいけ、そのペンこっちにやってん、うん、はい、シュッチュッ。何剣道を終えた後に、言ってくれた、はい、ねんってやられた後に、いててって言った後に、そのねんを取って、ちょっとなんで私の一本取っちゃうのって言って、そっから告白お願いしますね。結構細かいね。どういうこと、はい、どういうこと、その後そっから、そっからですよ。好きな人と剣道してますからね、はい、好きな人。それではガチ告白用意スタート。あいて、なんで私の一本取っちゃうの。私が一本取りたかったのに、好き、無理。告白なんてしたことないもん。いや、すごいんだけど。まあ、怒りに任せて、なんかえいってキックしたら、ボールが飛んじゃってガラス割っちゃって、うん、でその好きな子の家のガラスが割れて、その子が怒ってきたことに対して、謝りながら告白ね。分かった、はい、いきます、いきますよ、よーいスタート。えい、お、ごめん、でもさ、好きやけんさ、許してよ。いや、ありが
とうございます。ノッキー、何きちんと書けてる？多分心がこもってないからそういうの書けないんだよ。すみません。先生が後ろからほら一緒にやってあげるよ。そういうこと？ほら、そうそう。ゾワゾワしてるかも。そう。マジある。こうね。こっちね。そう、あの自分の力じゃなくて先生の体温を感じながらやりなさい。やば。え、うま、さきちゃんうま。すっごいやだ。さあ、あれ？なんかナッキーどうしたの？なんか。ん？見つめて何か言いたいことあんの？先生って今まで気づかなかったけど、うん、かっこいいんですね。付き合ってください。絵が上手くなったらな。振られた。いや今の全然かっこよくなかった。なんで絵が上手くなったらな。多分漫画で読んだらキュンってするんですけどちょっとやっぱ違かったかも。なんだ、しかも絵見せて、見せてよ。なんかよくわかんないパンダになっちゃった。なんかよくわかんない、パンダでもないよね、だってね。だってこうなんかクロちゃんがこう、うん、背中からこういうことですね、うん、私の手掴んでこうやってやってるって思ったらなんかすっごい背中鳥肌立っちゃった。でもレイナもよ、見ようだけなのにすごい鳥肌立った。ゾックゾック。なんでじゃあ、レイナ行くよ。レイナ、たださん結構楽しいもんじゃないかも、もしかしたら。辛い。ごめんごめん。レイナだったら、レイナはあのクロちゃんがいじめられてて、うん、で、あの焼却炉の中にいじめられてて入れられてるの。怖いよ。ハードル高いな。それを助け出して、助け出して、なんであのレイニャもそんなの助けたらあのいじめられちゃうよみたいなこと言ったら、そこに対してしっかりなんか告白して。焼却炉って燃やされるやつ？いや燃やされないの。いやいじめられて焼却炉入れられてるだけ今。焼却炉ってゴミ箱ってことか。あの燃やすところだけど、そこにいられてるから助けてくれたと、うんうん、ついてないけど。オッケーオッケーオッケー、はいはいはい。それでは用意スタート。ガラガラガラ。クロちゃん。あ、何？燃やされたいと？何消灯？いや違うから、レイナがだってそんなことしたら俺と一緒みたいにいじめられちゃうからダメだよ。そんなことない。レイナはクロちゃんを助けたい。なんでかって？大好きやけんに決まっとうやん。早く付き合おうよ。指輪もらってくれる？だけどそれはいらんって。ああ新しいの買ってこい。買ってくる。ねえチューする？ねえ何うまなんかレイヤーは前も思ったんだけどさ、はい、な斜め横の人にキスするの？ねえねえなんだ、え、こうじゃないの？こうじゃなくて、じゃあだってさ、うん、だってですよ、はい、だってこうドラマとか舞台とかでキスシーンある時って正面でしなくないですか、うん、やっぱこういうやつじゃないですか。絵的にこうってなんか綺麗じゃないんですよ、やっぱ、うん、やっぱお互いのここが見えた方がよりそそられるじゃないですか。いや今のはこうや、横にキュッてやられたからよく分かんなかったんだけど、します、どうぞ。脇の匂い嗅いでるかと思いきや、ちょっと待って、噛んだよね。脇にょ、脇にょって言ったね。脇にょ匂いって言ったよね。あー、私田中さんの前に絶対やろ今度から。え、なんで？レナがサンタ？ねえ、今日はレナをもらってくれる？メリークリスマス。かわいい。いや、続いてキッカサンタもお願いします。ああ、今年のクリスマスプレゼントは犬と犬が飼える高級マンション欲しいな。物欲の塊。今日キッカがサンタなのに。さあ、クロちゃん言ったやついいやったらもう4、5、6しか嫌だ。でもこれ毎回言うじゃないですか、うん、毎回言って、はい、で次回にはなんかそういうモーションみたいな、うん、モーションの考えてくるからって言ってるじゃないですか、うん、台本見たの、うん、一向にないじゃないですか。ない。元から多分やる気ないと思いますよ、この4、5、6は。なんでだって1、2、3の方が私嫌なんですもん、うん、なのに少ないけん意味がわからんとこっちからすると。そうだね、そう、それなんですよ、ね、うん、だけどハロプロ逆にしてくれませんか、うん、いやハロプロ逆にするとあっち側も逆しないといけないですよ、ラサイも。だって1、2、3とか可愛くないよね、一番嫌だよね、うん、一番嫌です、のくせに少ないよね、うん、そうそう。じゃあ分かりました、フェアじゃない、そう、
じゃあどうする外国人じゃん。じゃあ分かりました、もう勝手に僕は決めます。2の変顔お願いします。どうぞおー、一瞬のね、一瞬の輝きね一瞬の輝きですよ。わかりました。じゃあ次は、はい、レーニア、はい、ダダこねてたレーニアさん、お願いします。どうぞあ、まあ、ちょっとお腹鳴ったよ、お腹鳴った変顔じゃなくてお腹鳴った、ね、本当やりたくないかわいい、なんでアップにするんですか、かわいい、私だけ、いや、アップするでしょ、さすがにアップするでしょ、まあ、オッケー、イエーイ、やったー、お腹鳴ってたからなんか知らないけど、はい、というじゃあ、いきます、クロちゃんのモノマネです。ほら、おはよう、レイニャ、麦チョコもらった、嬉しいし、わわわわ、おはよう待って、クロちゃんのね、うん、あの、わかんないけど、俺、何、あの、朝起きた時の目覚ましみたいな感じになってるじゃあ、いつも現場入った時におはようございますって言った時に、うん、おはようって言うやん確かに、言いますね、わかりますわかります、あ、そんな感じで言ってる俺、おはようって言うと、お、うん、おはようとかじゃないの、違う、おはようそんな、ま、モノマネしてる、はい、だってね、はい、なんか普通の人っておはようございますとか言ったら、あ、おはようとかやん、うん、なんかね、目も合わないんですよ、なんか、うん、あ、じゃあレイナとして言う、はいはい、おはようって言う、はい、おはようございますって言って、はい、おはようございます、おはよう俺待って、そんな大御所よくわかんないって、違うよ、大御所とかじゃないと、女方の大御所みたいな感じやんか、おはようって言うと本当よ、あ、俺そんな感じなの、はい、あ、意外、そんな感じですか、そうです、じゃあ私も、うん、あのクロちゃんさんのモノマネは、うん、じゃあ私も、いや、できそうな今気がしたので、すごい簡単に言うね、俺のモノマネ、ね、できるなって、じゃあお願いします、どうぞ、はい、了解です、おはよう、クロちゃんです、おはよう、もう本当に腹が立つ、した視聴者からの質問、2人にどんどん答えてもらいましょうか、はい、かまりました、さあ、ということでね、今日の下着の色はってきてますね、お、もういいやろうて、すごい怒ってる、待って、パンパンいきますよ、無事無事、わかりました、レーナと結婚するにはどうしたらいいってコメント来てますよ、財力と、財力、まず家族を大切にする、うん、優しい、うん、ちゃんと相手を思いやれるです、うん、今4つ言ったけど3つしか折ってなかったね、指ね、嘘、途中から数集めたのかな、あれ嘘、うん、財力っていうのを数えるの忘れたね、忘れたか、うん、まあ、それは当たり前として、当たり前ですか、そう、で、もやし生活とかは嫌よってことです、なるほど、そういうことですね、いろんなもの食べたいな、普通のお家に住めるぐらいの財力は欲しいです、わかりました、もっとクロちゃん稼ぎますね、頑張れ、ありがとうございます、あと貯金してください、はい、わかりました、はい、貯金大事らしいですよ、貯金大事らしい、大事よ、だって子供ができたら全部お金は子供に使わないかんちけん、あ、すごいね、考え方すごいね、うん、そうですよ、じゃあちなみに一番好きなハロプロの曲って何ですか、カジちゃん、はい、私ですか、うん、私はやっぱり泣いちゃうかもが大好きです、ありがとうね、あの、うん、ありがとう、もうミッドナイト来なくていいわ、なんで嘘これ普通の回はいいけど、ミッドナイトもう来なくていい、ミッドナイト常連狙ってきたんですけどね、大丈夫、なんでとりあえず嘘、うん、いつでも待ってます、うん、大丈夫、うん、ありがとう、全然質問ができなくなるからもうさあ、それでレイニャどうですか、はい、ハロプロの曲で一番好きな曲、一番決められん、レイナもだって後藤真希さん大好きで、うんうん、好きで追っかけてたっていうか、グッズとかも買い寄ったけんな、で、ま、後藤真希ちゃんの好きな曲は、なら特に後藤真希さんの好きな曲は、うん、Don't stop the 枯れた夜がです、ああそうなんだ、大手よ Please go on、しっかりだから本当にやっぱ好きで入ってきてんだね、え、後藤さんおらやったら入ってないです、うん、レイナモニ娘に、ああでも重なってないんですよ、ちょうど期間が、え、会ったことあるの、あります、ハロコンで、うん、まだハロープロジェクトおったけん、うん、後藤さんがで、ハロコンの時にいつも後藤さんのリハが始まったら必ず楽屋から見に行って、うん、こっち行ってみて、あー可愛いかっこいいと思って、写真撮る時にめっちゃ手汗かくと緊張して、もう大好きすぎて、大好きって言えんくて、うんうん、なんかもうみたいな、もうガチファン、このレーニアが、うん、あ、ガチファンだったら確かにそうかもね、そうですよ、そんな感じですかね、さあ、クロ、今日はどこから攻めてほしい？どこ？
教えて。えっと、早く言いなさいよ、クロ。背中、背中。ちょっと待ってね、これ何？アクション。ダッタン、ボヨヨン、ボヨヨン。もっと力かな。ダッタン、ボヨヨン、ボヨヨン。違うな、もっと力。ダッタン、ボヨヨン、ボヨヨン。クロちゃん疲れちゃった。疲れたね、やっぱ力いるからね。ボヨヨン、うん。ねえ、疲れちゃったからさ、ギュッてしてほしいな。そしたらなんか回復するし癒されるな。クロちゃん好きだからやって。じゃあ分かった、そのギュッとする前にもう一回やろう。せーの、ダッタン、ボヨヨン、ボヨヨン。オッケー、イエーイ。オッケーじゃないです。痛いだけやん、もう目痛い。なんかもうレイニャの前で、レイニャは今のハイラちゃん、レイニャは2人で鎌倉を作ってる感じね。ゆきゆき可愛いじゃないか。鎌倉を作って、うん、その中にやっとできたって入って、うん、でそこで温まってる時に告白してくださいね。分かった。よーい、スタート。タンタンタン。よいしょ。わあ、冷たいね、手が。ごめんね、うん、あ、寒いね。あ、いい、それは大丈夫。ああ、うん、今危ないからこのご時世。あ、そうね、確かにね。ソーシャルディスタンスね。はい、入ろう入ろう。なんか、はい、あったかいね。あったかい、あ、楽しいね。でもさ、うん、鎌倉もあったかいけどさ、うん、やっぱクロちゃんと一緒に入れたってことがすごい嬉しいな。チューしていい？うん、いいよ、チュー。ダメダメ、このご時世やっぱりそこまでいかん。いやいや、ダメダメ。ちょっと待って、いやすごいね、ソーシャルを保とうするね。はい、傘を俺が持ってるから、うん、で雨降ってて、で傘の中に入ってきて、うん、でその流れでちょっと一緒に歩きながら告白してもらっていいですか。わかりました、はいはい、それでは用意アクション。あ、傘入れて。ああ、ちょっとちょっともうちょっと高くして。ちょっと低い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 。もうちょっと、そう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 、こんなに。あ、いいね、はいはい、雨降ってきちゃったね。いや、降ってきずっと降ってないよね、うん、降ってきちゃったね。はい、ねえ、付き合ってみる、うん、え、付き合ってみる、え、おえ、ほんとに付き合ってあげてもいいよ。上から目線、いや上からだし、上から目線、うん、付き合ってあげてもいいよ、うん、どうする。あ、じゃあなんだ、付き合ってほしいからキスしていい。やだ、ちょっとそれは恥ずかしい。恥ずかしい、ちょっと傘下げて、うん。いや、キスするんだ。はい、はい、わかりました。クロちゃんが悪い、今のは。あの、俺をボコボコにしてて、ボコボコに殴って、え、で、その後俺がもうやめてくれって言ってる時に、あの、告白して。わかった、うん、そう、それでは、用意アクション。おい、おい、ごめんなさい。焼肉溺れって言おうだろうが。いや、お母さんのお金がもう盗めないんです。すいません。お母さんのはダメ、ちゃんと自分で働いて、変なね、ギャンブルとかに使わんで、いろんな女に指輪買ったりせんで、ちゃんと貯金して。わかった。あー、わかるのかな。でもね、クロちゃん、なんですか、なんでこんなこと言うかわかる。なんでですか。クロちゃんとちゃんと将来を思っとうけん、結婚したいなって思っとうけん言おうとよ。どう？痛みが快感に変わっていく。やばー、何やこれ。オッケー。やってやりましょう。優しい、優しい、はい、だんだんぼよぼよん、なんだっけ、どんだけ、どんだけ、どんだっけ、だんだんぼよよん、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 はい、バレンタイン、ありがとう。ガチ？うわ、ありがとうございます。しかも大好きなやつだ。そう、知ってる。ありがとうございます。クロちゃん大好き、結婚しよう。ありがとう。本当に、あの、今言ったからね、一度吐いたものはもう戻せないからね。で、まあ、バレンタインくれなかったけどさ。言い方。うん。あげたいんだけどさ、なんかやってもらわないとあげれないんだよ。うん、何がいい、クロちゃん、うん、コマネチダッチューのダッダンボヨヨやってもらっていいですか。いいですよ、はい、うん、いいんだ、断ってくださいよ。やりますよ、うん、いきますよ、アイドル、はい、コマネチダッチューのダッダンボヨヨンボヨヨン。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。キレがある。
アンパじゃないよ。いや本当にいいんですか。わかりました。いや好きな時にじゃないで。リズム天国だと思ってやりますね。そうしよう。はい、そうしようじゃないの。せーの。ミニスカ履いてミニハムズ、チェックスカートにやってるアイドルなのよミニハムズ、本当は恋愛禁止なの。クロちゃん、クロちゃんに、何謝らないかんことがあって。何謝んの。クロちゃんにもらった、チョコレート削るやつあったやんか。あ、あったよ、あの高級なやつね、削り器と一緒にね、あれチョコレート一回削って、まあ、楽しいなとか言いながら家族で楽しんでやりよったっちゃけど、それをねお菓子ボックスの中に入れとっちゃうね、棚。ほうほうほう。でこの前お菓子を大量に買ってきて、スペースがすごいぎゅうぎゅうになって、どうしようかなって思った時に、一回それをねゴミ箱にね入れようかって思ったんですけども、いや今後また削ることあるかもしれんし、いや大事なもらった品やし、そうやっぱゴミ箱にはちょっとまださすがにクロちゃんと番組一緒にやっていけるかもしれんし、まだ取っとこうと思って、お菓子ボックスに戻しました。本当にごめんなさい。でも、はい、捨てんやったのは、やっぱ今後クロちゃんと会わんくなるってことをもう考えられんぐらいクロちゃんのこと好きやけん、やっぱ今後も一緒に追ってほしいなって思って、てけん好きじゃけど、どう、俺も好き。ベロベロしてる、ベロベロしてる。俺も好き。マジキモいわ今のはね。なにね、クロちゃんもレイナのこといいなと思ってるね。僕のことを本当に付き合ってくれるんだったら、こちらの指輪差し上げます。え、それどういうこと。本当に指輪だ。指輪、付き合ってくれるんだ。付き合ってくれるんだったらだよ。え、これ何の指輪。口の中入れてないよね。入れてない。これはだからあの言ったら付き合うための指輪だからね。何、いきなりなんだこれ。もらったら付き合わなくちゃいけないんですよ。いいよ付き合おう。え、嘘です。待って早すぎるってそれは。え、待って、それはちょっと待って。え、嘘でしょ。いや俺も好きだけどさ、多分ファンが許さないよ。何この展開。なんで受け取ろうとしたの。口の中入れてないんだったら受け取ろうとしたの。何。いいよちょうだい。え、ダメ、ちょっと待って、もうちょっとよくきちんと。もう終わるけん、終わるけん。待って、あ、ちょっと、あとちょっと。それでは皆さん、来週もボートでーわ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 ー。あの僕がね、告白をちょっとしたらね、あのレイニアが OK しちゃったんですけどね、はい、なんかどうなんだろう、なんか最終的に変な感じで終わっちゃったじゃん。なんか時間なかったけん巻きみたいになっちゃいましたね。そうね、なんかいやいや、なんか終わったらさ、なんかいつの間にか、ね、いなくなってたからさ。違う、そうやってレイナを悪者にして。違う違う、してないから、悪者にしてないから。トトトって帰ったのクロちゃんやし。いや違う、まさかこんな反応来ると思わなかったしーんって言って楽屋帰ってた。耐えられなかったんですかね、この空気。もしかしたら違う、なんかあの時はイエスってオッケーって言ったじゃん。はい、本当のところどうなの、ね、もしも本当そうだったら俺今日本当にこの指輪を指に入れるよ。いやだから言ったじゃないですか、いろんな女に差し上げようって振られた指輪はいらんって、新しいものを買ってこいと言いました。私は。え、待って、だったら新しいの買ってきたら OK ってこと。はい。OK なの。OK。 ちなみになんですけど、はい、レイニアは、あれですか、あの結婚とか、まあ、付き合ってもしも結婚考えたりするじゃないですか、はい、その時どうなの、結婚したら仕事をやりたい方なのか、それとも家に入りたい方なのか、どっち。でね、養ってほしい。あー、俺はね、養いたいと思ってる方なの。あの家に入ってほしいの。違う、うん、あれ、え、ちょっととりあえずこれ使い回しになってたけど、いやこれ、それはダメ、絶対ダメ。ダメ。そうですよ。使い回しとか本当ありん。捨てりそれ一回。いや、これで結構営業回ってきたから。出た。いや、関係ない。わかりました。ちょっと私なら、あの再来週またね、レイニアに会うと思うので、指輪なら用意してきたら、本当に考えてくれるの。私が欲しい指輪をちゃんと買ってくれることができた。え、待って、そうなの。私の欲しいってなんかカルティエとかなんかそんな感じのやつ。さあ
ね、それはどうでしょう。コメントでは、はい、ハリー・ウィンストンじゃないとダメだよって来てましたハリー・よーそれハリー・ウィンストン、ハリー・ウィンストンメモしないと買わないといけないですからちゃんとハリー・ウィンストンでプラス、はい、やってほしいプロポーズの仕方っていうのがあるんですよ、うん、それを当てることができたら結婚しましょう。え、本当に教えてもらっていいですか。結婚しましょう。どんなね、プロポーズだったらいいのか。え、付き合うの通り越して結婚してくれるの。はい、それが全部クリアできたら。まず言い合いを間違ってないかどうかだよね。レイナのこと俺好きなんだよね。だから俺についてこい。うん、そんなレイナにこちらシルバーの指輪を買ってきたしんよ。え、シルバー本当にそれ、え、それ前回と同じじゃないですか。前回もこの箱の色やったもん。え、一緒やん。いや前回の金だから。銀銀ほら見て。え、それそこら辺で買ってきた何百円のやつ入れ替えただけやん。違う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 、いや本当に同じところで買ったし。じゃあ領収書は。いやだからさあの領収書って何なん。いや領収書って、いや違う違う、買ってきた、いや本物ですよ本物。本当ですか。本当と、いやシルバーがさ、だってレイニャが好きって言うから、はい、で俺シルバーしたのよ。熊井ちゃん俺これ買ってきたのよ。そうなんですか。なんか錆びなそうかなと思って。え、シルバーの方が錆びなそうかなって思って。錆びなそう、うん、錆びないからシルバーの方がいいと思ったってこと。そう、なんかロマンチックじゃないの。え、でもちょっと思ったのと違ったな。え、だって私言ったじゃないですか、欲しい指輪の種類もあるし、うん、こういう風にプロポーズしてほしいって言ったはずなんですよ。いや、なんかこういう風にっていうのはだから今さっきやったんですか。やってなかった。え、だから全然刺さりもせんやったけど、1ミリも。いや違うじゃん、だからアイシカーです、デクロちゃん。え、ダメなの、怒られたってこと。え、全然ちょっと期待外れやったの。え、なんか、いやいや、なんかあの福岡だからさ、やっぱねちょっと男の方がちょっと強い感じで行った方がいいのかなと思ったのよ。違う違う、もう根本が違う。違う、もう一回座ってください。ボートレース始めましょう。いや、いや、はい、皆さん本当に今日見てくださってありがとうございました。こんなに楽しい会に出れて本当嬉しかったです。どん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 続くので、皆さんも一緒に予想してみてください。お